非いずる国新報。次に足立康史君。足立君。日本維新の会の足立康史でございます。おとついに引き続きまして日印原子力協定について、質問させていただきます。ちょっと正確な言い回しでちょっと確認しておきたいんですが、インドは CTBT、 ちょっと通告から外れますが、もう事実関係だけ、インドは私ずっとですね CTBT についてはあ担当できる人いますね、反対をずっとしてきたとこう思ってますが、足元でどういうポジションか確認をさせてください。相川部長。失礼します。インドは CTBT の交渉の際にもこの CTBT 交渉の採択に反対しておりまして、署名もしておりません。当然批准もしておりません。足立君。今回の日印原子力協定にあたって、ごめんなさい、ちょっと私森友問題で忙しいもんですからちょっと確認できてなくて、今回の協定にあってはどういう整理をしてるんでしたっけ。あ、なかったかな。梨田南部アジア部長。協定交渉の中でも、あるいは首脳会談をはじめとする日印間のさまざまな接触において、NPT への加入、CTBT の締結というものは、累次、インド側に働きかけてきているところであります。足立君。おとついのですね、この外務委員会で私は、外務大臣はじめ外務省の皆様に、とにかく日印原子力協定というのは原発輸出のためであって、いわゆる NPT 体制あるいは核不拡散等の問題についてはですね、補足的に、対国内対策あるいは対国会対策の中で政府として、あるいは政府の一貫した立場というかね、立場を一貫させるという観点から調整をしてこられた、最大限の調整をしてこられたとこう思ってますが、インドの核政策が今回の日印原子力協定で左右されることは私はないと思っていると、こういうことを再三申し上げました。あとですね、インドの CTBT に対するインドの対応をもう一回私も、勉強し直してみましたが、やっぱりインドはですね、いわゆる、ウラン原爆みたいなものに加えて、プルトニウム原爆とか水爆ね、こうしたものをやっぱり、しっかりと五大国、核兵器国ですね、 NPT レジームの中での核兵器国5カ国に、既得権を独占させることなくですね、インドもしかるべき核オプションをキープするというポジションが一切揺らいでないということを私なりに確認をしてきました。こういう認識は大臣違いますか。岸田外務大臣。まず CTBT で禁じているのは、この核兵器の実験的爆発または他の、または他の核爆発、こうしたものであります。いわゆるこの未臨界実験のような核爆発は伴わない、伴わない実験は禁止していない、これがこの定義内容でありますが、そしてその中でインドは CTBT の基本的な義務を、NSG 決定の中で、核実験モラトリアムを宣言する中にあって、受け入れている、これを宣言しているわけです。インドを今作ろうとしている枠組みの中に参加させるということは、少なくともこの部分においては間違いなく一つの国際的な不拡散体制への参加という意味で前進であり意義がある、このように感じています。足立君。私の趣旨はですね、改めて申し上げると、インドがモラトリアムを
まあ、守るというか履行するというかそれを実施していくとすれば、それはモラトリアムを実施してもですね、インドの核オプションが核兵器国に対して遅れを取らないという、まあ例えば要するに何が申し上げたいかというと、 CTBT の交渉の歴史をずっと見るとですね、やっぱりその既存の核兵器国が核爆発を伴う核実験を行わなくても核体制の維持更新ができると、要は既得権の人たちは爆発を伴わなくても、例えば米国を中心にですね、それを維持できるように学ってきている。で、インドももしですね、モラトリアムを維持したまま、モラトリアムを維持しているということが即何かインドがですね、核に対して抑制的になっているということでは私はなくて、モラトリアムを維持できるということは、モラトリアムを維持した上で核オプションを核兵器国に見劣りすることのないような核オプションをキープできるからだと私は認識してるんですが、認識違いますか。以上、岸田外務大臣。CTBT 体制は先ほども申し上げさせていただきましたが、国際社会において爆発を伴う核実験、これを禁止するというこの内容になっています。インドはそれにすら署名すらしていない、こういった現状にあります。CTBT のこの基本的な義務を受け入れるということをインドに宣言させ、そしてこの核実験モラトリアムを維持させること、これはこの国際的なこの CTBT の枠組みを実質的に実現する上で、これは大変大きなことであると思います。加えて日本とインドの間でこうした協定を結ぶ、こういったことによってモラトリアムを維持することをよりしっかりとこの確保することにもつながる、このように思います。日本との協力において核実験を行ったならば、世界最高水準のこの民生原子力技術を得ることができなくなってしまう、こうした技術を失うことになってしまう、こうしたこの仕掛けを作ることはインドに対してこうした原子力の平和利用の国際的な枠組みに参加することの重要性を認識させる意味で、これは意義があることであると認識をしております。足立君。この核実験の問題はですね、おとついに続いて今日も、岡本委員、原口委員はじめ、皆様から質疑がありましたので、もう今日はこれで、終わりにしたいと思いますが、私は大臣のご答弁をですね、インドの何て言いますかね、言い訳というか、インドの立場を忖度しすぎているとこう思っています。むしろ日本はこれから核兵器の世界のレジームの中でね、日本は一体これからどう生きていくのかということを真剣に考えるにあたっては、もう少し辛口の厳しい見立てをしていくべきであるとこう思っています。でついては NPT 体制について、確認をしておきたいと思いますが、もうとにかく外務省のですね、答弁を聞いていると、NPT 体制だと、不拡散だと、朝鮮半島の非核化だと、美しい言葉ばかりが並べ立てられていますが、私の認識はインドももうインド、パキスタン、あとイスラエルもかな、それから北朝鮮がもう核兵器を保有をしているわけでありますから、私はポスト NPT を速やかに構想すべきであるとこう思いますが、いかがでしょうか。岸田外務大臣。NPT というのは米国、ロシア、英国、フランス、中国、この5カ国を、核兵器国とし、
この、まあ、核兵器の保有を認めた上で、それ以外の非核兵器国のこの核兵器の拡散防止を定めるものであります。核兵器国には、軍縮の義務を定め、非核兵器国にはこの不拡散、のこの義務を定める、こういった形で国際社会全体として、この核軍縮不拡散を、進めていこう、こうした枠組みであります。あの核兵器国非核兵器国多くのこの双方の国々が参加する、最も今の国際社会において、軍縮不拡散、核軍縮不拡散を考える上で基本的な枠組みであると思います。この基本的な枠組みは我が国としては引き続きこれはしっかりと尊重していきたいと思います。あらゆるこの核軍縮不拡散の取り組みの基盤である NPT、これを損なうということを行うことは我が国としては考えてはおりません。足立君、伺い聞き方を変えるとですね、仮に北朝鮮がの核兵器をですね排除できない場合は日本も核オプションを持つべきだと私は思いますが、いかがですか。岸田外務大臣。我が国としては NPT の締約国として核軍縮不拡散のこの取り組みの中で NPT 体制というのは基盤であると思います。この基盤の上に国際社会と協力しながら核兵器のない世界に向けて実現努力を続けていかなければならないと思います。加えて我が国においては非核三原則という国としての重要な方針があります。そして原子力基本法をはじめとする国内のさまざまなこの法律等に鑑みても我が国が核兵器を保有するということは全く考えられないと認識しております。足立君、仮に北朝鮮が核兵器を保有し続けても同じ答えですか。委員長。岸田大臣。我が国として核兵器を保有することは全く考えてはおりません。足立君。お考えは分かりました。で加えてもう一つ皿問いでありますが、今北朝鮮の核兵器について大変厳しい事態が私はずっと続いている。これはおとついもですね大臣と認識を確認させていただきました。で、その北朝鮮の核兵器をですねやっぱり排除していくことが極めて今大事なわけですが、それをアメリカの先制攻撃等で行うのは大変なコストを払わなあかんわけですから、あらゆる外交努力ということで今も取り組んでいらっしゃることと思いますが、私は一番有効な手立ては核ヘッジだと思います。要すれば一言で言えば北朝鮮が核を保有するのであれば日本も核オプションを検討すると世界に宣言することが中国や北朝鮮の対応に一番大きな影響を与えるとこう考えてますが、そういうオプションは日本は持ってないですか。岸田外務大臣。そういった選択肢は考えてはおりません。我が国としては朝鮮半島の非核化というこの大きな目標に向けて関係国としっかりと協力をしていかなければならないと思っています。我が国として核兵器を保有するということは全く考えない上で国際社会と協力しながら北朝鮮に対してこの自制とさまざまな安保理決議の履行を求めていかなければなりません。そのために国際社会と協力をして意味ある対話を行うためにまずは圧力をかけなければならないということで、ロシアや中国影響力ある国にも協力を求めながら国際社会として具体的な現実的な圧力をかけようということで取り組みを進めています。この取り組みをぜひ進めていきたい、このように思います。足立君。はい、あともう時間が限られてますが、あと2つだけ、あと5分ですね。
あの2つだけ確認させてください。1つは、まあ、あの J アラートと避難訓練ということであります。ちょっと時間ないんでかつあの飛ばしますが、要すれば避難訓練をちょっとやった方がいいんじゃないかとこう思いますが、いかがですか。内閣官房横田内閣審議官。お答え申し上げます。避難訓練でございますが、本年3月17日に秋田県男鹿市におきまして初めて弾道ミサイルを想定した住民避難訓練を実施いたしました。具体的には国からの J アラートを使った男鹿市への情報伝達、男鹿市の防災行政無線とか登録制メールを利用しました住民への情報伝達、住民による公民館小学校での屋内避難訓練などを行ったところでございます。訓練を実施しました結果、弾道ミサイルが我が国に落下する可能性がある場合に J アラート等により伝達される情報の内容や屋内避難が必要なことについて訓練に参加された国民や報道に接した国民の皆様に対し一定程度周知ができたものと認識はいたしております。しかしながら今般の我が国を取り巻く環境に鑑み、弾道ミサイルが我が国に落下する可能性がある場合における対処についての国民の理解をさらに広く進める必要があるということから、弾道ミサイルを想定した住民避難訓練の積極的な実施につきまして全国の都道府県に対し通知をいたしますとともに、国民保護に関する都道府県説明会を開催をいたしまして地方公共団体に対して積極的な訓練の実施を広く働きかけているところでございます。足立君ありがとうございます。そういう政府の取り組みを受けてですね、いろんな動きが出てます。例えば大阪市長吉村博文大阪市長4月20日の定例会見でですね、実際にミサイルが飛んでくることが分かった場合にとどまらず北朝鮮が核実験をした場合あるいは ICBM の動きを見せた場合には、危機事態対策本部を大阪市に設置をして休校とか安全情報の配信とか発信とかそういうことに努めていくことを発表されています。で滋賀のですね、滋賀県の教育委員会も4月の25日までに、県立の学校あるいは滋賀県下の市長の教育委員会に対して、弾道ミサイル飛来時の対応についての通知を出されました。でこれに対してですね、全市が教職員組合などが抗議文を知事に出されています。要すれば唐突にこういう通知を出すとですね、児童が小学生が戦争が起こると泣き出しちゃうと、児童生徒に唐突にミサイル飛来の可能性を伝えればパニックが起こるということで、大変現場ではですね、私は当たり前の準備だと思いますが、こういう、教職員一部の教職員組合をはじめですね、これに抗議をするという事態が起こっています。大臣、これどう思われますか。私はそういうことは適切ではないと思いますが、いかがですか。岸田外務大臣。国として国民の命や暮らしを守るということは最も大切な責務であると思います。そして我が国を取り巻く安全保障環境、大変今厳しさを増している、こうした認識を持っています。その中で、現実的に具体的に国民の命 を守るためには何をしなければならないのか、何を備えなければならないのか、こういったことについて、しっかりとこの準備をしていく、これは大変重要な取り組みであると思います。しかしそれを進めるにあたって、何よりも国民の皆様自身に、しっかりと理解を得てていかなければなりません。厳しい現実をしっかり説明をし、必要なこの備えについて、しっかり理解を得て、こうした取り組みを進め、結果として国民の命を暮らしを守るこの大切な役割を政府としてしっかり果たせるように努力を続けていかなければならないと思います。具体的な取り組みについては丁寧に行う、これが重要であるというのは
一般論として当然ではないか、このように思います。委員長、時間が来ましたが、大臣、一言だけ確認させて終わりにさせてください。昨日派閥 の, 宏池会の会合でですね、9条改正は今考えないというご発言をされていますが、これ外務大臣としての ご発言か、派閥の領袖としてのご発言か、確認をさせてください。岸田外務大臣。当然宏池会という派閥の会長としての発言であります。はい、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。